いよいよ、この友達道路も終盤って感じだな。残りもサクサク行きたいもんだぜ。そうはいかないのがゆっくりだよ。尺のことを考えると、なんとか10分以内に収めたいところだけど。なるほど、刑事さんの言う、少年、っていうのは、おそらくケース5で、出てきた、めぐみちゃんの弟くんのことだね。その少年、つまり、弟くんが、何か鍵を握ってそうだな。そうだね。おそらく、弟くんがここに来た時に、何かあったんだろうね。それが、すべての元凶ってわけか。さーて、盛り上がってまいりましたー。うえー。うえー。ハゲ人形、どこからでもかかってこいやー。帰り討ちにしてやんよ。確かに、友達を捨てるのは、褒められることじゃないな。男なら、彼女と立ちは大切にしろ。まあ、捨てる友達も、彼女もいないわけなんですが。それを、言うなし。ぼっちおつ、ぼっち涙目。猿?猿の惑星?モンキー?日本モンキーパーク?猿とは、一体。謎は深まるばかり。部屋から出たいって張り紙があったけど、閉じ込められてるとかかな。出られないって書いてあったし、その可能性は十分あるね。部屋と勘違いしてるだけで、もっと
と別のものである可能性もあるけどね。トリマ、早送りするを。この張り紙ってさ、全部同じ子が書いたのかな？その可能性は高いね。印象としては、男の子かな。もしかして、あの弟くん？断言はできないけど、かもしれないね。ていうかさ、前から思ってたんだけど、この張り紙って誰が貼ってるの？ハゲ人形じゃね？ここにいるのって、迷い込んだ人か、あいつしかいないわけだし。マジかよ、人形のくせに器用すぎだろ。やっぱり、この張り紙の男の子は、弟くんだったか。これってさ、つまり、弟くんはお父さんから、虐待的なことを受けてたってことかい？もしくは、お父さん、お母さん両方から受けてたか。まあ、虐待と決まったわけじゃないけど、何かわけがあるのかもしれないし。自分の子を、どこかの部屋に閉じ込めなきゃならないほどのわけってなんだよ。それに、猿の存在も気になる。猿が気になるって点においては、同感だけど、お父さん、お母さんが閉じ込めたと決めつけるのは早計かもしれない。弟くんは、友達を捨てたことによって、どこかの部屋に閉じ込められた。そこから出たいけど、出れない。この友引き道路のようにね。それで、お父さんやお母さんに助けを求めている、という考え方もできる。すべては、次の、最後となるケースで明らかにされるのかな。今回も、なんとかクリアできたな。やれやれだぜ。ラストケース、楽しみだな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回、いよいよ最終回。すべての謎を、解き明かすぜ。